一応受けていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。空翔さんって言われまして、元気とか。はい、元気やってます。治療を受けていただいてですね、なんだか醸し出すオーラがちょっと違うなと実は思ってたんですけど、聞いたら霊気をやってる先生だったので、ちょっと、私も治療を受けていただいたんですけど、どんなお悩みでしたっけ？午前中畑仕事だったので、太ももがすごく痛かったんですよ。で、ちょっと夏バテ気味な感じがあったので、それで検査してもらいました。検査した時に足上がんなかったもんね。全然手も上がんないよ。だいたいどうするのかなと思って。今日エッセンシャルで先生の人が初めてでした。初めてでエッセンシャルやられてる方がいらっしゃって、その方は、本格的にはやってなくて、自分の、チャクラ調査のためにやってるっていう感じですね。膝の裏の太ももの痛みと、あと肩と首、ちょっと今日は正直したんですけども、はい、どうでしたか？いや、ものすごい背中感がありまして、まずそのチャクラの部分が、どんどん整っていきなというのが、こういう動きをしているときに、エネルギーをポンプで送るみたいな感じで、こう全体的にこう、うわーってちょっとずっと来てました。僕揉んでませんよね。揉んでオイルを垂らしただけですね。そうですオーリングしながらね、はい、どんどん感覚は鋭いので良くなった感じです。はい、良くなりましたね。ゆっくりね、声がわーって吠えるもんね。こんな感じで初めて受けた。はい、なんか冷気となんかマッチいい感じでできそうですね。だいぶ肩もね、全然手が上がんなかった、上がってますもんね。全然今ここ閉じますよ。閉じなかったもんね。ここ声ができなかったですから ね、はい、足も上がんなかったね。足も上がるのかって。はい、ありがとうございます。今日はね、本当こういう霊気のもうマスターになるという形に受けていただいて、もうこうなんですか、チャクラまで開いたと言われてもらって、すごく僕嬉しくて、ついつい動画撮らせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。